各界入りして間もない頃地元の講演者らと、柏戸集合は、伊勢の海部屋に所属していた岩手県九古群、種市町出身の元大相撲力士である。本名は、佐々木集合。最高位は、東前頭筆頭。現役時代の体格は、身長186センチメートル、体重96キログラム。特異種は、右四つ、釣り、上手投げ。 現役時代よりも、年寄りとして日本相撲協会の発展に尽力したことで業績を上げたことや、横綱、柏戸強の師匠として、なお知られる。九時農林学校相撲部で活躍し、卒業後に、春日山部屋に入門、1936年5月場所に、初土俵を踏む。初めて番付についた1937年、5月場所には序の口で、全勝優勝。 その後もすべて勝ち越しで1940年1月場所に新十両、翌場所には師匠の名を継いで藤の川と名乗り、十両でもすべて勝ち越し、1941年5月場所に新入幕を果たした。1942年5月場所からは部屋を再興した伊勢の海親方について、伊勢の海部屋に移籍し、嗜名も伊勢の海部屋ゆかりの柏戸と改める。 長身を生かした釣りや投げを得意としたが、終始体重が1 0 0ラムを超すことがなく、軽量力士であったことが、三役昇進を阻み、最高位が前頭筆頭に留まった。しかし、1943年1月場所には8日目に、新横綱の安芸の海に、初黒星をつけるなど、上位力士をしばしば苦しめた。美男力士として人気があった。 伊勢の海親方の死去に伴い、1946年からは、西木島部屋に所属し、時津風一門に合流することになった。1949年1月場所限りで引退、年寄り、伊勢の海を襲名して独立、伊勢の海部屋を再興した。親方としては、横綱、柏戸、関脇、藤の川を育て、伊勢の海部屋の位置を確固としたものとしたが、特筆されることは、 教会幹事、理事として、ソ連公演、中国公演の実現に尽力したことで、各界のキッシンジャーと呼ばれることもあった。またテレビ中継初期の解説者を務めるなど、頭脳明晰な人物であった。定年を目前にして1982年12月11日肺がんで、死去、64歳没。部屋は、藤の川が継承し、同年12月28日には、 日本相撲協会層が執り行われた。ABCDEFGHIJ ベースボール、マガジン社、大相撲名門立電シリーズ、時津風部屋 P30 から34。ありがとうございます。